9月29日から始まった戦祭り、片側は10コスト式上昇速度アップ、もう一方は武力プラス1知力プラス2最大兵力上昇。今回は10コスト使って撤退した味方のコストが高いほど武力が上がるシーンを活用。秒数マイナス12秒のバンとの組み合わせは普段の9コストでは偏りが出すぎるからやりづらいけど、10コストあればバランスも整えられて相性の良さを生かしやすいよ。俺は不死身だ。尾形さんは効果時間が40カウントあるから式上昇速度が上がる縄だと式あふれ対策にもなって便利。この試合は相手の兵士構成的に鉄砲が通るし、物道打ちたかった計略。流派発動、身の型相手が陣形デッキだから両端を狙っていきたい。前田刑事の計略はこの白根エジサなら無視してリターン取りに行けるし、行ってこなそうかな。これ以上いじめないでください。流派発動、三の方狙うは敵将の首だ。許さん。おいおい、マジかよ。Come.
マジかよ。俺らだけでやるぞ。いざ順調に勝負。俺は無事だ。矢ごときに屈する我ら山の民ではない。これ以上いじめないでください。逃げ時を過ぎていた。俺らだけでやるぞ。あとは左右と後方どれかはソウル発矢から常に移るよ。こんな感じで銃こそ使った圧倒的な回転率が魅力。今回は3試合やるよ。なんてできねえのさ。気を過ぎていた。流派発動。三の型。殿のおそばに。お
鬼となった我に亡者の声は聞こえぬ。身を隠して近づく。レクサー神祭、狙うは敵将の首だ。消えよ。おいおい、マジかよ。俺は不死身だ。無双の剛力であなたを支えてみせる。ゼア、俺らだけでやるぞ。ぶち込ませてもらうぜ。一つ足りな。おいおい、マジかよ。何ぼーっとしてんだよ。我ら山の民ではない。こっから反撃開始だ。俺は不死身だ。殿のおそばに。逃げ時を過ぎていた。時を過ぎていた。
俺は不死身だ。流派発動。一の方。行くぞ。身を隠して近づく。行くぞ。おいおい、マジかよ。行くぞ。狙撃に向いてるやつってのは臆病なまでに慎重なもんだ。俺は不死身だ。三河武士の誇り見せてやれ。行くぞ。まだ流派発動。二の方。ここで弱小身体狙うは敵将の首だ。おいおい、マジかよ。戦機解放。高く堂々と勝利へ爆心せよ。許さん。俺は不死身だ。死を恐れず運命を乗り越えよ。行くぞ。おいおい、マジかよ。俺らだけでやるぞ。行くぞ。この時に屈する我ら山の民ではない。まずい、体が。俺は不死身だ。バカな。流派発動。三の方。行くぞ。マジかよ。気高く堂々と勝利へ爆心せよ。
半。俺は不死身だ。行くぞ。飛べ飛べ。まずい。体が飛べ。マジかよ。逃げ時を過ぎていた。前期俺は不死身だ。矢ごときに屈する我ら山の民ではない。みんなのために死ぬわけには。俺らだけでやるぞ。流派3を保留した状態やと、こんな感じで縄文が見づらいから、この辺りは次の大型アップデートでの修正に期待したいかな。ご視聴ありがとうございました。覚悟はいいか。羽を焼かれようと。